僕は今東京駅に来ています。今から大阪へ行きたいんですけど、ほとんどの方は東京から大阪に行くとなると東海道新幹線を利用するかと思います。東海道新幹線の最上位種別のぞみ号を使えば、途中停車駅は品川、新横浜、名古屋、京都の4駅、所要時間は2時間30分です。まあただこの方法はあまりにもメジャーすぎて面白くないので、今回は北陸新幹線と特急サンダーバードを使い、金沢経由で大阪まで行ってみようと思います。最初に乗車するのは6時16分発輝き501号金沢行きです。輝き号は北陸新幹線の最上位種別で、途中停車駅は上野、大宮、長野、富山の4駅しかありません。こちらの列車が本日の東京発の北陸新幹線一番列車ということで、おそらく田端の車両基地から座席を金沢方面へ向けた状態で回送列車として入線してきました。なんだかこれから大阪へ行くのに東日本のホームに立っているというのはとても違和感がありますよね。北陸新幹線は JR 東日本と JR 西日本の2社にまたがって運転されるので、座席裏のポケットには JR 東日本が発行しているトランベールと JR 西日本が発行している西ナビの2種類の雑誌が入っています。東日本の新幹線は背もたれに可動式の枕がついているのがいいですよね。ということで時刻は6時16分になり、列車は東京駅を出発、金沢経由の東京大阪間の旅の始まりです。本日も北陸新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は輝き号長野経由金沢行き、進行方向右側にヨドバシカメラが見えてくると列車は地下に潜り、間もなくすると日本唯一の新幹線地下駅である上野駅に到着します。東京上野間の営業キロは 3.6 キロしかなく、これは新幹線で最も短い駅間距離です。それにしてもこの時間は東京駅への送り込み回送が多いですね。おそらくあの編成は東京駅6時32分発のはやぶさ小町1号になると思います。ちなみに今回の旅ではこちらの4枚の切符を使っています。僕は今回行きは北陸新幹線経由で、帰りは東海道新幹線経由で帰ろうと思っているんですけど、そのような場合は東京都内から大阪市内まで北陸新幹線経由の乗車券と、大阪市内から東京都内まで東海道新幹線経由の乗車券を別々で購入するより、東京都内から金沢、京都、静岡経由東京都内行きの一周の乗車券と、範囲外の山科大阪間の往復乗車券を組み合わせると大幅に安くすることができます。特急券に関しては新幹線と在来線を一緒に買うと乗り継ぎ割引というのが適用され、在来線の料金がなんと半額になります。列車はただいま赤羽駅付近を通過中です。ここまでは京浜東北線や宇都宮線といった東北本線の線路と並走してきましたが、ここでそれらとの線路とは一旦お別れ、ここから大宮駅までは厳密には東北線扱いですが、本線とは完全に分離されている埼京線と並走します。東京駅を出発すること24分、列車は大宮駅に到着です。ここからついに輝き号の本領を発揮します。次の停車駅は200キロ近く離れた長野駅、1時間近く扉が開くことはありません。逆に言えば大宮駅から長野駅まで1時間以内で移動できちゃうなんてすごいですよね。大宮駅を出発して間もなくすると進行方向右側に、鉄オタにとってのディズニーランドと言っても過言ではない鉄道博物館が見えてきます。モーター音を聞いていただくとわかると思いますが、ここら辺から一気に加速を開始し、時速はあっという間に200キロを超え、撮影時の上越新幹線の最高速度だった時速240キロに達しました。現在は上越新幹線の最高速度が時速275キロに引き上げられ、北陸新幹線も大宮高崎間の速度が向上したため、東京金沢間の所要時間が最大2分短縮されました。まもなく通過する駅は本庄早稲田駅です。当駅は通勤通学に特化して作られた西岸駅で、停車列車は朝晩に集中しています。本庄早稲田駅は新幹線単独駅になっておりまして、本庄市の中心部は古くからある高崎線の本庄駅付近です。
ここで進行方向右側を見てみると、遥か彼方にスティック大根のようなものが4本鎮座しているのが確認できました。後で調べてみたら、あれは利根川に架かる坂東大橋という橋で、埼玉県本庄市と群馬県伊勢崎市をつないでいるみたいです。北陸新幹線最上位種別輝き号は全列車、群馬県の県庁所在地、おっと失礼、交通の要所である高崎駅を通過します。当駅が上越新幹線と北陸新幹線の分岐点となっており、ここから正式に北陸新幹線の区間に入ります。ズームをした先にあるのは群馬県庁、高さは154メートルで、群馬県内で最も高い建物です。ここで列車は関東平野区間を抜け峠越え区間に入ります。並行在来線である信越本線は横川軽井沢間が JR 最急勾配の 66.7 パーミルで、補助機関車をつける必要があり相当な苦労を強いられていたわけですが、新幹線となった今は勾配を緩和するためにこの付近はオメガループ上で多少遠回りをしているといえど、補助機関車の力を借りることなく峠を登れるようになりました。ちなみに薄い峠は片峠といって、群馬県から長野県行く際に急勾配を登るわけですが、長野県に入ってから勾配を下ることはありません。峠を越える長いトンネルを出ると進行方向右側に錆びた架線柱が見えます。あれは北陸新幹線高崎長野間開業と同時に廃止された信越本線の横川軽井沢間の移行です。軽井沢駅周辺は駅東側に規格外の急カーブが存在するため、最高速度は時速100キロまで落とされており、もしかして止まるんじゃないかと思うくらいゆっくり通過します。軽井沢駅を通過してすぐに進行方向右側に浅間山が見えてきます。北陸新幹線には東京長野間を結ぶ浅間という列車がありますが、その列車名はまさにあの山が由来しており、在来線時代の1961年から半世紀以上引き継がれている伝統的な列車名です。まもなく通過する駅は小海線との乗り換え駅である佐久平駅。北陸新幹線は上越新幹線などとは異なり整備新幹線という、国や地方自治体の予算を使って作られた新幹線のため、配線が2面2線の対面式構造で、通過線が設けられていない駅というのが多いです。ということで大宮駅を出発して55分、列車は長野駅に到着しました。当駅では乗務員交代が行われるんですけれども、ここから終点の金沢駅まで乗務されるのは JR 西日本の方になります。在来線ホームを見てみると、信濃鉄道の115系と JR 東海サンパー3系が止まっていました。ここから信濃号に乗って名古屋へ行き、名古屋からは東海道新幹線を使う、そんな方法で大阪へ行くことも可能です。僕のチャンネルで北陸新幹線を紹介する際にいつも言っていることですが、ぜひ北陸新幹線を利用した際は長野駅出発直後、進行方向右側に注目してみてください。するとご覧のように関東首都圏でおなじみの E233 系や、すでに引退し解体を待っている相模線の205系などを見ることができます。続いて進行方向左側を見ていると、再び車両基地が現れます。こちらは長野新幹線車両センターという新幹線用の車両基地で、2019年に発生した千曲川の氾濫では、ここに留置されていた E7 系と W7 系の10編成が水没してしまうという、とても想像できないような事態が起こりました。列車は間もなく上越妙高駅を通過します。当駅は JR 東日本と JR 西日本の会社協会駅ということもあり、北陸新幹線の途中駅では珍しい2面4線の構造、時には下位種別が上位種別に道を譲る対比を行うこともあります。
上越妙高駅を通過すると列車は大きく左にカーブをし、ようやく西方面へ進んでいきます。ここからは車窓が非常に魅力的な区間でして、長いトンネルを抜けると進行方向右側は今までの山間部の景色から一変し、一面に日本海が広がります。逆に進行方向左側は今まで通り山間部の景色が続きまして、ただいま映っているのは新潟県、長野県、富山県の3県の県境になっている白馬岳。大糸線との乗り換え駅である糸魚川駅を通過しまして、東側に見えてくるのは妙高山や焼山といった妙高連山の山々です。並走している旧北陸本線、現日本海翡翠ラインの線路を見てみると、ちょうど貨物列車が通過。北陸本線は近畿地方と東北地方をつなぐ日本海縦貫線の一線でして、旅客輸送が新幹線に移り、運営会社が第三セクターに移管されても、貨物輸送という面で非常に大事な役割を担っています。姫川を渡り間もなくすると、進行方向左側に非常に男心をくすぐる、ごちゃごちゃとしたコンビナート群が見えてきます。あれは電化株式会社という会社の工場なんですけど、最初に見えてくるのが東海工場、トンネルを抜けた先に見えるのが大海工場です。どちらも本当に一瞬なので見逃さないように注意しましょう。大海工場から近くにある北陸本線の大海駅まではかつて専用線が伸びていたみたいです。富山県に入りますと、進行方向左側前方に日本百名山に選ばれている富山県を代表する山、立山が見えてきます。軽井沢付近で見た浅間山は上にちょこんと雪が乗っているくらいでしたが、ここら辺の山はどれも全体的に雪が積もっていて、気候の違いというのを感じられます。富山県に入って最初に通過する駅は黒部宇奈月温泉駅です。当駅は新幹線の駅名としては文字数、読み仮名数ともに日本一の長さとして知られています。続いては久しぶりに進行方向右側、海側の車窓をご紹介します。ただいま映っている海は富山湾と言うんですけど、海の先をよく見てみるとうっすら陸地が見えるかと思います。あそこはかつて上野金沢川を結んでいた急行能登号の由来になっていて、和倉温泉などの有名な観光地がある能登半島です。列車は徐々に速度を落としまして、間もなく富山駅に到着するんですけれども、地図を見てみると、富山駅の東側にはとんでもなく急な S 字カーブがあることがお分かりいただけると思います。新幹線は高速運転する必要があるので、山陽新幹線以降に建設された路線は、基本的に最小曲線半径が4000メートルまでと決まっているため、新丸々駅といった感じで、既存の街の中心地にある在来線の駅から、少し離れたところに新幹線の駅が建設されることも多いですが、富山駅は全列車が停車するため、速度制限による影響が少なく、駅東北側の土地は JR 貨物が所有していた敷地の一部で、用地買収が安く済むことから急カーブになっても現在のルートで建設されたと言われています。長野駅から富山駅までの所要時間は45分でした。ちなみに現在乗車している北陸新幹線最上位種別の輝き号というのは朝晩のみ設定されており、メインは純速達型の白鷹号で、九州新幹線と同じような運行形態になっているのが大きな特徴です。関東済みの身からすると、この青い駅名表を見るとすごい遠くに来たんだな、そんな気持ちになります。富山、金沢間には剣号という途中停車駅がわずか一駅しかないシャトル種別があります。この列車はまさに今乗車している輝き号が止まらない新高岡駅への停車需要と、金沢駅で特急サンダーバード白崎号と接続することで、北陸新幹線金沢延伸以前に運転されていた富山発着のサンダーバード白崎の役割を担う目的があります。ということで、東京駅を出発すること約2時間30分、終点の金沢駅に到着しました。東海道新幹線のぞみ号だと今頃新大阪駅に着いている頃ですね。金沢といえばやはり金箔が有名ということで、ホームの柱には贅沢にも1本ずつ金箔が貼られています。今のところ営業列車は当駅が終点ですが、線路はこの先も続いており、来年春には金沢敦賀間の営業運転が始まる予定です。
それではここで在来線特急のサンダーバードに乗り換えるわけですが、 JR の乗車券は営業キロが101キロ以上かつ大都市近郊区間内完結でなければ途中下車ができるので、あえて乗り換え先の列車を1本遅らせて金沢観光を楽しむ、そんなこともできちゃいます。当駅の東口では雨の多い金沢を訪れる観光客の方に傘を差し出すイメージで建設されたもてなしドームと、鼓をモチーフにして作られた鼓門がお出迎えをしてくれます。2本目に乗車する列車は金沢駅9時2分発の特急サンダーバード14号大阪行きです。新幹線が鶴ヶ駅まで延伸されると特急は金沢駅まで乗り入れなくなるので、この当たり前の光景が見られるのはあと1年もありません。新幹線の延伸というのは明るい話題で取り上げられがちですが、皮肉なことにも金沢市は日本の三大都市に乗り換えなしで行けるという強みを失ってしまいます。はい、というわけでこのサンダーバード14号は途中停車駅が福井、敦賀、京都、新大阪ということで、かなり途中停車駅が少ない部類に入ります。ただいま進行方向左側に並走しているのは北陸新幹線の線路なんですけど、ここで2本の線路が本線から分岐し地上に降りてきていることがお分かりいただけると思います。この先には白山総合車両所という車両基地があり、金沢駅からこの車両基地までの約10キロというのは2015年の金沢延伸時から回送線として機能しているんです。来年の敦賀延伸時にはこの区間も営業線に含まれる予定です。サンダーバードで使われている681系683系は E7系W7系とは異なり、青を基調としてモケットになっています。座席背面にテーブルがついているというのは言うまでもなく当たり前のことですが、681系683系はこれに加えて肘掛けにコーヒーとお茶菓子を置くのにちょうど良さそうなカクテルテーブルがついているんですよね。進行方向右側に金色の観音様が見えてくると列車は間もなく加賀温泉駅を通過します。加賀市の役所は次の大正寺駅付近にあるんですが、加賀温泉駅の方が圧倒的に利用者数が多く、当駅が市の代表駅になっています。大正寺駅を通過すると山を突っ切るために少々長いトンネルに入るんですけど、このトンネル内に石川県と福井県の県境があります。ただいま通過しているのはサンダーバードの約半数が止まるあわら温泉駅です。当駅を過ぎると北陸本線は2駅先の春駅付近までひたすらまっすぐに線路が敷かれており、最高速度である時速130キロを出しやすい区間です。金沢駅を出発して約40分、列車は福井駅に到着です。当駅は言わずもがな福井県の代表駅で、すべてのサンダーバードが停車するほか、一部の特急の起終点にもなっています。東側にはすでに新幹線のホームが完成しているんですけれども、福井駅の新幹線ホームは一面二線で対比線がないという、国内の新幹線駅で最小規模になっています。
南今町駅を通過すると列車は北陸トンネルに入ります。全長は 13,870m で、狂気の鉄道トンネルでは日本最長です。今城と敦賀の間には木の目峠という峠があり、これが北陸本線では相当の難所だったようで、かつては峠を避けるように西に迂回をして4回のスイッチバックで越えていたところ、北陸トンネルの開業により距離が約半分になった上、スイッチバックがなくなったため所要時間は大幅に短縮されました。また北陸トンネル関連で忘れてはいけないことが、1972年に発生した火災事故です。具体的な内容は割愛しますが、負傷者714人、死者30人を出す大惨事になり、この火災事故が現在の列車の火事対策を進めるきっかけになりました。北陸本線は第三セクターに経営移管された区間も含めて、両端の米原敦賀間と直江津梶屋敷間が直流電化で、それ以外の区間が交流電化になっています。敦賀駅の北側には高直を切り替えるデッドセクションが設けられているんですけれども、下り線のセクションは敦賀駅を出発して十分に加速してから切り替えられるようにと、北陸トンネル入り口から200メートルほど敦賀駅寄りに、上り線のセクションは北陸トンネルを出て余裕を持って切り替えられるようにと、そこからさらに500メートルほど敦賀駅寄りにあります。久しぶりに北陸新幹線の高架と合流しまして、列車は敦賀駅に到着します。金沢駅からここまでの所要時間は1時間15分ほどだったんですけど、新幹線が開業すると所要時間が30分短縮され、約45分で金沢敦賀間を移動できるようになるそうです。奥に見えるとてつもなく大きな建物が新幹線ホームで、高さは約37メートル、12階建てビルに相当し、西武新幹線の駅で最も高い駅とのことです。現在は新幹線ホームと在来線ホームが別々のところにありますが、いずれ在来線ホームが新幹線ホームの真下に移設されるそうです。当駅は新快速の起終点にもなっておりますので、ここまで来るとようやく大阪が近づいてきた、そんな気持ちになります。敦賀駅の南側は非常に面白い配線になっておりまして、敦賀駅を出発して間もなくすると下り線が右側へ分かれていき、上り線は半径400メートルの急なカーブを通って下り線とオーバークロスをします。この先もカーブは続き、地図を見るとよくわかると思うんですけど、ぐるっと一周回るループ線になっておりまして、約27メートルの勾配を3分かけて登っていきます。トンネルを抜けるとさっきオーバークロスをした下り線と合流。あちら側の線路は下り勾配ですので、ループ線にはなっていません。列車は大見塩津駅を通過。ここで列車は金沢駅から走ってきた北陸本線に別れを告げまして、湖西線に入っていきます。東路線は関西と北陸の短絡線として1974年に開業した比較的新しめの路線で、高速での運転を可能にするために大半の区間がトンネルか高架で構成されており、踏切は一つもありません。そして路線名である湖西は湖の西と書くように、日本で一番大きな湖琵琶湖の西側に線路が敷かれています。琵琶湖の面積は約670平方キロメートル、だいたい東京23区と同じくらいの大きさがあります。大きすぎて対岸が霞んでおり、初見だと一瞬海と見間違えるほどです。湖西線の西側には比叡山や平山からなる標高1000メートル級の平山地がそびえており、海からの北西の風が山を越えて琵琶湖に向かって一気に吹き下ろしてくる、通称平下ろしに開業当初から悩まされていて、防風柵の設置や AI による予測技術の活用によって開業当初と比べると運休遅延の回数はかなり減ったそうです。ただどうしても湖西線が運行不能になった際には、米原経由で遠回りをすることにより対処しています。大津京駅を通過するとトンネルに入り、このトンネルを抜けると東京駅から静岡名古屋を経由してきた琵琶湖線こと東海道本線と合流します。そして列車は京都府に入りまして、湖西線の終点山科駅を通過、東駅から終点大阪駅までは東海道線を走っていきます。そこからしばらく進むと、東京駅から真逆の道を歩んできた東海道新幹線と実に500キロぶりの合流。いや、これは感動の瞬間ですね。金沢駅を出発し2時間7分、東京駅を出発し4時間53分で列車は京都駅に到着です。京都駅を出発してすぐ進行方向右側に見えるたくさんの線路が敷かれている土地は梅小路運転区です。その奥には鉄オタにとってのユニバと言っても過言ではない京都鉄道博物館があります。鉄道博物館は大宮に続きこの度2回目の登場ですね。
東海道線はこの区間複々線になっており、各駅停車系統と快速系統が走る線路が完全に分離されているので、特急は前に走っている普通快速を次々に追い抜いていきます。観光線を走る列車しか停車しない駅については、ご覧のように快速線側のホームに柵が設けられているのが特徴です。高槻摂津富田間には進行方向右側に巨大なチョコレートのオブジェが見えます。目を凝らしてみると1ピースずつ明治と書いてあるように、あのオブジェの裏側は明治の工場になっているんですよね。ということで列車は東海道新幹線の終着駅、新大阪駅に到着です。東京駅からの所要時間は5時間16分ということで、東海道新幹線だったら東京新大阪間を往復できているような時間です。ありがとうございました。まもなく終点大阪、終点大阪です。お出口は右側です。3番乗り場に着きます。到着の際列車が左右に揺れますので、お立ちのお客様は足元にご注意ください。列車がただいま渡っている川は淀川、進行方向右手前方にあるビル群が北の中心地である梅田です。もう少し進んでいくと赤い観覧車がお出迎えをしてくれまして、巨大なドーム屋根が特徴的な大阪駅に到着します。ただいまの時刻は11時37分、東京駅からの所要時間は5時間21分でした。この動画でご紹介したルートで東京大阪間を移動すると、所要時間は2倍、費用は5000円近く高くなってしまいますが、いつもとは違う車窓を楽しみたい時や、東海道新幹線が不通になってしまった際の代替手段としても活用できるので、覚えておいて損はないと思います。もしこの動画が少しでも面白い参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。